こんにちは、着物楽庵こだまです。最近寒くなってきました。この着物、これからの季節最高ですということについてお話をさせていただきたいと思います。暑かった今年の夏も終わり、最近は急に寒くなってまいりました。着物を始めた方はどんな着物がいいのか、これからの寒い季節に向かってどういう着物を着たらよいのかと迷っている方などいらっしゃると思います。寒いけれども着物が着てみたい、でも寒いから上に何かを羽織ったり下着に暖かいものを着込んだりしたりしますけれども、本当は寒い中でも暖かい着物が欲しいと思ったことはありませんか？そこでこの動画を見ると、これからの寒い季節に最高の着物が分かりますし、無駄な着物を買わなくて済みます。着物を楽しみたい方には最高のおしゃれができる季節になってまいりました。楽しくおしゃれにしょっちゅう着物が着れます。ではどういう着物を着たらいいのかということについてお話ししていきます。まず夏場や今までの秋口までに着ていたような一重の着物ではなくて、裏地付きの着物を着るということです。着物の素材でざっくりした彫り方の着物は特に風を通しますので、裏地をつけた合わせ仕立ての着物を着ると良いと思います。次に夏場を中心に春先から秋口まで着ていたような麻のような襦袢ではなくて、正絹のお襦袢を着るということです。汗をかく時期に重宝だった麻の長襦袢ではなく、正絹の長襦袢を着るということです。絹は冬は暖かく夏涼しい繊維ですので一年中使われますが、押し立て上がったまま家で洗うことができなかったので今までは汗が大敵でした。しかし近年、押し立て上がったままお家で洗え、しかも洗濯機で洗えるという洗える正絹の長襦袢が出てまいりましたので、一年中風合いのいい長襦袢を着ることができます。例えば今こちらに飾ってある男性ものの洗える正絹の長襦袢や、こうした女性ものの洗える正絹の長襦袢というのもあります。先ほどお話しした合わせ仕立てでなくても一重仕立てでも十分暖かい着物というのもございます。それこそ江戸の町人などは一年中一重仕立ての着物で、寒い季節にはそうした一重仕立ての着物を重ね着したと言われています。どういった素材のお着物かと言いますと、まず一つ目にお値段的にお手頃なお着物としてはウールがあると思います。洋服なんかでよく使う羊毛の毛織物ですね。ウールの着物がお手頃でいいと思います。しかしながらウールは最近生産量がとても減ってしまい、こうしたウールの着物地を扱う呉服屋さんも非常に少なくなってしまっています。二つ目に本場大島紬です。大島紬と言いますと、お正月などによく着られる普段着用のお着物です。本場大島紬と聞くと高級品のように思われがちですけれども、本場大島紬の中でも使う糸、染めは泥染めですけれども、一番手間のかかる織りを手織りではなくてかすり合わせのない柄を動力織機で織ったお手頃なものもございます。こうしたお手頃なものから始めるのでも良いと思います。こちらに今あるような、例えばこうした細かいかすりのものもありますけれども、こうした動力織機で織ったお手頃なものもございます。合わせ仕立てでも良いですけれども、大島紬というのは非常に細い糸で緻密に織られた着物ですので、
風を通さないので着物と体の間の空気の層が温められて断熱効果を発揮するので非常に暖かい着物で真冬でも十分暖かく着ることができます。一重だからといって実際の一重の季節6月や9月に着ると汗をかいてしまうこともあります。一重仕立てだととても軽く風合いもよく気持ちよくお召しになれます。私自身も好きでお店でよく仕事着として着ています。この大島はお手入れやお洗濯がお家で自分でしかも洗濯機でできる、そうしたお仕立てもできます。やはりお手入れやお洗濯がお家でできると着物を着るというハードルが下がりますし、気軽に着物をじゃんじゃんお召しになることができます。それこそ仕事着や飲食を伴うシーンでも気軽に着れておしゃれを楽しめると思います。3つ目に本場結城紬です。こちらは貴重な絹マータを使った代表的なとても温かい着物になります。本場結城紬は着物好きの方ならいつかは着てみたいと思う着物だと思います。本場結城紬というとざっくりした風合いの感じなので生地が風を通して寒いのではと思われるかもしれませんが、本場結城紬ならではのお蚕さんから手紡ぎした絹マータの糸が風を通さないのでとても暖かい着物になります。本場結城紬は国の重要無形文化財でユネスコ文化遺産でもありますので、お値段は張りますがそれだけの手間と時間労力、糸も繭から手引きした絹マータを使って手織りで織られていますので、軽さとしなやかさ、暖かさ、丈夫さを持っています。本日私が着ているのも、私も冬場などにはよく着ますけれども、本当に軽くてしなやかで動きやすくとても暖かいです。本場結城紬ならではの心地よさを感じる着物です。結城紬はまがいものも多い着物ですけれども、本場の結城紬でしたら先ほどの大島のように押し立て上がったままお家で洗うことができます。本日私が着ているこの結城も何度もお家で押し立て上がったまま洗濯しています。まがいものと本場結城紬の違いは重さで見分けがつきます。今ここに地綿の本場結城紬と、こういう紬マークと呼ばれるまがいものの結城紬がありますけれども、こうして持ってみると重さが全く違います。本場ものはとても軽いというのが一つ特徴です。そしてさらにはなかなか動画では伝えられないですけど、この生地の厚さも、この生地の厚さですね、厚さも本場結城紬はふっくらとしてちょっと厚みがあり柔らかい風合いで、こちらのまがいものは薄くて軽い感じです。これは高畑ですけれども、高畑のものは地綿のものに比べてちょっと重みがあって地風もちょっと硬い地風になってしまいます。まがいものは生地が薄い感じなのに重たく、一方本場ものは生地もふっくらと厚みがありとても軽いです。こうした本場結城紬は反物の時は糊気がついているので硬い感じがしますけれども、この糊気を産地できちっと落としてあげると非常に柔らかく、さらに軽く、そしてこの今こうやって平畳にしてますけど、この厚みが倍ぐらいになって産地から戻ってくるので、とても空気を含みやすく暖かい着物になってます。絹マータならではの糸がお家でお洗濯することを可能にしていると思います。もともと結城は赤城山麓の天候が変わりやすく空っ風が吹く地域の畑仕事の野良着でしたので、雨にも強い着物なので水にはとても強い着物です。結城紬はハスの葉のように細かい毛先がびっしりある生地なので、水を玉のように弾く性質があります。ですのでお洗濯の時なども
水をしっかり含ませないと着物を畳んで洗濯ネットに入れてそのまま洗ってしまうと中まで水が浸透しないで広げると中側は乾いているということすらあります。4つ目に陣羽織など気軽な羽織を重ねる。今こちらに下ボディに本当に薄い赤七じみですね、本来は夏の素材で使う赤七じみで作ったこうした陣羽織を重ねておりますけれども、これは私が実際に着ているものなんですけれども、こうした薄いものでもちょっと重ねるととても暖かいです。今の形を見てもらうと分かると思うんですけど、陣羽織といって袖がない羽織です。気軽に羽織れるので外出するときに実際に着物に羽織られて外出するのもいいですし、小さく畳んでバッグなどにも入れて外出して夜肌寒くなったときにちょっと羽織るというのも陣羽織ができます。帯だけを締めた着流しよりこの陣羽織を羽織った方が、実際に今羽織ってみますけれども、でこんな感じでこうして陣羽織羽織った方が肩のラインがちょっとこう外側になだらかなラインよりもちょっと外側に出るので凛々しく見えて改まった感じがします。この陣羽織は男女の区別がなく男女兼用もできます。お家に残されたおばあ様やお母様の古いお着物、それこそ女性用の反物でも男性用の陣羽織に直せますので、とてもエコで着物本来の押し立て直して着るというその有効利用に適していると思います。ですのでうち楽庵でもかなり多くのお客様にお直しをさせて作らせていただいた経験があります。5つ目に羽織を羽織るということです。羽織も秋口などには裏地がない一重仕立ての羽織を羽織るというのもとても便利だと思います。この一重羽織の羽織ですけれども、私のサンプルをお見せしますけど、こんな感じで裏地がついてないものなんですね。こうした感じでまだそれほど寒くない時期には裏地のついてない一重の羽織というのもとても重宝です。本格的な冬の寒い時期でしたら裏地付きの羽織、ちょっと今サンプルをお見せしますけれども、こうした感じのこういう裏地のついた羽織ですね。本格的な冬の寒い時期でしたらこうした裏地付きの羽織というのもとても暖かくていいと思いますけれども、先ほどお見せした裏地のない一重羽織も春先や秋口などにちょっと肌寒いなという時に使えてとても便利な羽織になります。近年特に地球温暖化などもあり、今年のこの夏の暑さもいつまで続くのかというふうに思いましたけれども、日本には四季があり、これから冬に向かって木枯らしの吹く寒い時期がやってまいりますので、そうした時期には合わせの羽織を使っていただいて、それ以外の時は一重の羽織でもかなりこう重宝に使えるんではないかなというふうに思います。男性の着物の場合はこんな感じに長襦袢の襟と着物の襟が首に沿ってるように着るのですけれども、男性の着物というのは繰り越しもないですし襟を抜く着方じゃないので汗をかきにくいような着方というのがいいと思います。実際和装用の下着肌着などで以前はウールのものなどありましたけれども、下着での寒さの調節というのはあまりお勧めしません。和装用の下着肌着などで近年多いのは木綿の素材のものですけれども、この木綿の素材ですと一旦汗をかくとベトベトしてしまい、その後冷えて体を冷やしてしまうということがあります。ですので下着での寒さの調節というのは良くないです。私など仕事着
着で着ることが多いですので、日中バタバタ動き回りますので、圧倒的に一重仕立ての着物が多いです。仕事ですと動き回って汗をかきやすいですし、外出するとき、外に出るときは風を通さないコート、防寒用のコートなどを着て外出しますので、一年中一重のお着物で重宝しております。先ほどお話した洗える対応にお仕立てをしているということが非常に重要で、仕事で使って1日着たらお家で洗濯機で洗えるというのはとても便利で、着物をわざわざ洗いや染み抜きに出す手間、そしてお金というのがかからなくなりました。先ほどもお話したように、男性の着物は襟のところが首についてますので、汗をかいてしまうと、その汗が長襦袢だけではなく着物の方にも汗が染みてしまい、その汚れ落としに京都に染み抜きに出すようなことが以前は多かったので、この一重で動きやすくて汗をかきにくい、お家でお手入れ洗うことができるという着物はとても便利です。ではよく言う既製品などにある化学繊維はどうなのかと申しますと、化学繊維は一見洗えて便利なようなんですけれども、蒸散性といいまして、汗を吸って吐く能力が著しく低いのがこの化学繊維なんです。蒸散性というのは麻が一番強く、麻が 75%、 その次に絹が 65%、 ウールですね、羊毛ウールが 50%、 木綿が 40%、 そして今の化学繊維に至っては 0.5% という能力しかありません。ですから昔から雪山に登る登山家など、中にウール着て、そして外側を化学繊維など水や風を通さないものを着るということで自分の体を守っているということがあります。化学繊維は肌につくとヒヤッとすることもありますし、重さも重たいです。洗えて風も通さないので、一見いいように思いますけれども、やはり天然繊維のものの方がいいです。私などは年のせいもあるのかもしれませんけれども、化学繊維のものだけでなく、化学繊維が混じったようなものを洋服などで着ても体が疲れやすく思いますので、なるだけ天然繊維のものを着るようにしています。天然繊維ですと着物本来の染め替えや仕立て替えができ、とてもエコで地球に優しく、そして自分のお財布にも優しいです。私自身が今お話したことをちゃんとできるお店作りをしてきましたので、今日お話した点を踏まえてきちんとした着物を作りたいという方は、よければ私のお店着物楽庵へいらっしゃってください。実際に商品に触れて私の着物なども触れていただいたり羽織っていただければ、その着物の良さがより分かりやすいです。もちろんまだ作るかどうかわからない、まだまだ購入は先だけれどもという方でも構いません。気軽に遊びにお越しいただければ、実物を触っていただいてその良さが体感できると思います。また何かわからないことや着物の購入相談は、この動画の下の概要欄にお問い合わせフォームがありますので、そちらより気軽にご連絡ください。ということで、本日はこの着物、これからの季節に最高ですということについてお話をさせていただきました。ということで、本日もありがとうございました。